株式会社ジジ代表の真島雄大です。ジジ代々木店の副店長の峰村慎之介と申します。ジジ渋谷店の永田明日香です。ジジ代々木店スタイリストの山崎慎吾です。ではジジの強みとは。ずっと社長がずっと LINE だったりとか、親身に相談乗ってくれたりとかしていただいたおかげでここまで自分も上がってこれたと思うので、そうですね、社長と今いるスタッフのおかげなので結構ジジはそこが強みですかね。社長がめちゃめちゃ親身です。ありがとうございます、はい、すごいいいこと言ってくれました。聞いてます？僕はメンズ推しっていう形でさせていただいてるんですけど、社長からの的確なアドバイスや、あとはこういろんな技術をいろんなこう技術を持ってる方が多いので、まあ、自分の分野じゃないスタイルとかでもやっぱそういう方に聞いてで特化してるので、よりこうその技術がすごく良くなってくるかなと思います。 SNS すごい得意な子もいれば SNS を使ってないで、まあね、500万近くまでこう上げていくスタッフもいるので、なんかこういいとこをこうエッセンスをこうそれぞれのスタッフに、提供できるので、まあ、これだけをやらないっていうのはないんですけども、やらなきゃいけないっていうのはないですけれども、まあくまでうちとしてお客様に支持される、まあ、何かっていうのをこう提供できるのはまあ、うちとしては強みなのかなとは思います。スタイリストによって結構そのスタイル作るスタイルっていうのも幅広くて、でこういろんな目線だったりとかいろんなものに触れながらこうアシスタントの時代は成長できたかなと思うので、はい、それがやっぱりジジの強みかなと思います。今までってやっぱりこう直接連絡を取ってかディーラーさんとかに連絡を取って、まあ、その人をこう呼んだりとかセミナーにっていう形だったんですけども、今ヘアキャンプさんみたいな、まあ、実際ちょっとその場に行かなくても勉強できるツールっていうのがあるので、まあ、すごくこう勉強しやすい環境だなと思うので、まあ、それを、ブランディングの一環として、まあ、少しずつ知識をこう共有していってるので、まあ、高めてるって言えば、まあ、そういうことかな。内部で言ったらそういうことで、外部からはそういう知識を入れてさらにそれを広めて、まあ、独自のものにしていくっていうのが、まあ、普段やってることですかね。でそれっていうのは、まあ、その指示をされるされないっていうのをやっぱその場では分からなくて、やっぱり 2,3 ヶ月後どのぐらいリターンが来るのか新規が来るのかっていうのが分からないんで、やっぱり AB テストじゃないですけど、まあ、あれをやりたいこれをやりたいって言ったら、まあ、じゃあ今やってるのは残しつつ、じゃあこれをテストしてみましょうみたいな形で、やっぱりすごくそれはクーポンみたいな形もそうだしスタイルもそうだし、それはずっとこうやってきてるので、まあ、伸びてきてくれた理由でもあるし、それがその子たちのこうし、まあ引いて言えばうちのブランドになってってるのかなっていうのはありますね。まあ、それこそ、まあ、今の時代 YouTube だったり、まあ、ヘアキャンプさんだったりっていうのでオンラインサロンとかもそうなんですけど、なんかそういうのでこう普段から、まあ、どういう人が支持されてるのかとか、まあ、どういう人にファンがついてるのかっていうのは結構こう細かく空き時間とかチェックして、まあ、最初はこう真似じゃないですけど少し真似から入ったりとかして、こうそれをこう自分のスタイルに落とし込めるようにっていうのはこう考えながらやってます。そうですね、普段本当時間があればもう動画撮ってあげての繰り返しで今もやってるんですけど、そうですね、早めに始めておけばよかったなと思いました1年間入る LINE があるんですけど、そこでこう最初の方は意識がちょっと低かった数字の面とかに対してもかなりこう意識が上がってきて、まあ、その LINE を卒業して1年だと卒業になるんですけど、まあ、その卒業してからでもやっぱり数字っていうのは日々、チェックする習慣がついて、やっぱその数字とずっとこうにらめっこしていって、自分がどの数字が押してるのかも自分で考えて、でしっかりそれも試行錯誤をしながらこうできるように、自分でこうできるようになってきたので、それもまた後輩にも教えられることも増えてきたかなとは思ってます。これ多分会社としてもあるし、個人それぞれやっぱり少しターゲットが違ってくるので、まあ、全然違ってくるかなとは思うんで、どうですか。
お客様が気にされていることをこう引き出してあげて、やっぱそれを改善していくっていうのをこうどの工程をしているのかも一つ一つ説明していって、こうお客様に分かりやすいように説明している。でやっぱそれをこう改善できたことをお客様にちゃんとこう伝わるようにしてます。それで満足度上げております。顧客カルテ作ってこの人とどう話したかとか出身地とか、まあ、その人が今日着てた服装とかもカルテに書いて、次来た時に、まあ、その話の話題だったりとか、まずはもうお客さんの名前をなぜかすごい呼びまくるというか、まあ、常にちょっとアットホームに感じてほしいので、まあ、結構本当にもうお家に帰ってきたぐらいな感じで対応してるところですかね。やっぱ輪郭だったり骨格の、似合わせっていうのは、まあ、それこそ、オンラインサロンだったり、まあ、あの上手い方のこう技術っていうのをしっかり見て、どういう部分で似合わせっていうのをしてるのかっていうのは特に勉強して、でその部分は、技術面だと一番意識してます。アシスタント入ってきた新卒だからって意見が言えないとか、そういう環境をすごい作りたくなくて、僕がこう、まあ、副店長にさせていただいてからやっぱこう意見を言い合える、やっぱこう1年目の意見すごい新鮮な意見だったりもしますし、僕はこうその店舗に長くいるとやっぱどうしても気づかない点が多かったりするので、そういうのをやっぱ発信してもらえるように僕も言いやすい環境を作ったりとか、お店でこうみんなに声かけ合ったりとか、やっぱこう仲いい方がお客さんにもどうしても伝わっちゃう部分とかも仲が悪いとあるのかなとかは思うので、やっぱりそういうところでみんなで仲良く楽しい職場にしたいなって思います。やっぱりその、まあ、都内っていうのもあるし、やっぱりこう日常の疲れとか、あの、まあ、ストレス社会じゃないですけど、その毎日のストレスで疲れてるお客様がほとんどだと思うので、やっぱそういう面でも、まあ、接客だったりそう細かい気遣いっていうのもやっぱこうできるような、安心してそういう疲れを癒せるようなっていうのをこうスタッフ全員で作れる美容室にしていきたいなと思います。渋谷店は結構今来月か来月あたりとかに結構デビューする子たちが増えるので、その子たちに絶対、私もそうなんですけど数ヶ月はやっぱつまずきっぱなしだったので、そこの教訓をもしつまずいたらちょっと助けてあげたいなというか、一緒にちょっと切磋琢磨していきたいというか、お互いそうですね、結構私もちょっと焦る、下の子たちがやっぱ結構すごいハイレベルの子たちが多いので、まあ、それ自分もちょっと負けないように、でもデビューする子たちも一緒に盛り上げていけるように、まあ、渋谷店は女の子たちがほぼほぼ9割ぐらいなので、そこをちょっと生かしてもっと渋谷店を盛り上げていきたいなと思っております。本当にお客様とこうずっと一緒つながっていけるような会社にしていきたいし、やっぱり彼ら彼女らが、まあ、それこそ50代60代になっても、まあ、もちろんハサミを持ちたいっていうのであればそれはそれであの素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱり全員が全員それは難しいと思うんですね。でそうなるとまあ独立とか、あとまあ家庭に入るとか辞める選択しか今まではまあ、多くなかったと思うんですけども、ドライヘッドスパがあったりとか、うちは内部の仕事があったり、まあ、インテリアがあったりとか、まあ、現場にこう立たなくてもあのうちの会社としてお客様にこう携われる環境っていうのはやっぱりずっと構築してってるつもりだし、まあ、これからもこう、作っていきたいし伸ばしていきたいので、まあ、お客様とも一生付き合える、会社ではありたいし、スタッフともこう一生付き合っていける会社にはしていきたいなっていうのが、まあ、ライフワークカンパニー時事としての、まあ、思い描いてる未来かなとは思います。